青瓦台は今日新型コロナウイルス感染症の診断キットの名称を特途として使用してほしいという国民の請願について、個別企業が自律的に決定する事案なので、政府が介入できない民間自律領域だと答えた。385,617人の同意を受けた、輸出用診断キットの特途名称使用を請願した人々は、 世界各国から韓国に診断キットを提供してほしいと要請している状況の中、特都という名前をつければ特都の評価を高めることができるだろうというアイデアを挙げている。これについて青瓦大の社会政策秘書官は、政府は特都に対する国際社会の正しい認識を高め、 日本の主張の不当性と虚構性を指摘するために関係機関及び民間団体などと協力して外国政府関係者、言論、学会を対象に我が領土主権を広報するなど、多角的努力を続けている都市、特都に対する国際社会の正しい認識のために努力してくださっている西岸人をはじめとした国民の皆様に感謝申し上げると語った。